その時、物音がしたような気がした。どなたかいらっしゃったか、と玄関へ行く。すると、玄関の狭いコンクリートの床に誰か寝ている。いや、まるで寝ているように老母が倒れていた。とうとうその時が来たか。ただし、 出血しているような様子はない。私は頭を片手ですくうように抱きかかえ、そのまま持ち上げる。それから家の中へ運ぼうとする。病院へ連絡しなければならない。そう思うのだが、どこにも電話機は見当たらない。抱えたまま歩いて、病院まで運ばなければならないの 玄関から外に出ようとするが足がすくむ。町の病院は天竺よりも遠いところにあるような気がする。